ゲストおよび作る学校メンバーを紹介したいと思います。今回企画にあたってですね、作る学校は鹿児島県議さん、女性の県議さん全員および、鹿児島市議の女性議員さん全員に、参加依頼を出しました。そして本日、ジェンダーに興味が関心が高くて、なおかつ本日、参加していただけるという方5名全員に来ていただくことができました。本当お忙しい中ありがとうございます。一番左からですね、ちょっとお名前だけになりますけれども、よろしいですか。鹿児島県議会議員の宇都恵子さんです。おはようございます。鹿児島市議会議員の、じゃあ、制限時間がですね、2分になっておりますので、はい、時間が来たら終わりですって言いますから、はい、じゃあどうぞ。ありがとうございます。ご紹介いただきました、鹿児島県議会議員の宇都恵子と申します。昨年の2023年の県議会議員選挙で、鹿児島市三島豊島郡区から初めて立候補を40歳でして当選させていただきました。立候補をするにあたってジェンダーの壁があったかなかったかというご質問、まず最初にあるものもあったしないものもあったという答えになろうかなというふうに思います。よく女性が立候補するときに、一番ネックは夫さんからの反対、家族からの反対と言われております。そして、育児や家事に、時間を取られるので、女性は時間がないですとか、あとは資金の問題といったようなことが挙げられる。それから、女が政治をするなんてといったような、偏見の目もあるようなところがあります。でこの偏見に関しては、私たちの立憲民主党というところが積極的に女性を立候補していた欲しいという思いもあって、そこは全然なかったと言っていい。むしろ女性だったからこそ、言葉悪いですけど、誤解恐れず言えば優遇じゃないですけどされてたかなという思う部分。ただ0歳の子供を当時育ててましたので、その点で言うと時間との戦いはものすごい壁でした。でもう一つの質問なんですけれども、今の党派を超えた懇話会というのは、11人全員でやっているんですけれども、基本的には懇話会みんなでお会いしてということも2回かなあったんですが、 LINE で結構積極的に今やり取りをしていて、本当に党派を超えてつながりが作れているかなというふうに思います。はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと宇都恵子さんにちょっとお尋ねしたいんですけれども、初めて選挙に出られる、議員の経験もなくて、しかも子供が生まれたばかりの時に出馬するということで、で、旦那さんの抵抗が一番大変だったっていうふうに先ほどおっしゃったんですけれども、なんかそのいろいろこう話をされる中で、なんかこうターニングポイントって、ご主人が賛成してくださる時のなんかちょっとこうターニングポイントになるようなきっかけがあったんでしょうね、きっとね。でその時のなんかその状況とか、その時にこう宇都恵子さんが何かご主人に発した言葉とか、キーワードみたいなのが何かあるのかどうか、ちょっとお尋ねしたいと思いました。ありがとうございます。すみません、ちょっと先ほどの説明では不足だったんですけれども、実はですね、夫の反対が一番大きいという一般論でして、私の家では夫の反対は1回だけでした。はい、家族がものすごく強固に反対をしました。その代わりに、はい、巻き込まれる、縁を切る、子供はどうするんだ、子供はもう私が養子に引き取るなどなど言われました。やはりこの子がいるということが一番家族にとっては心配だったのかなというふうに思います。で先ほどのご質問なんですけれども、夫に1回だけ反対をされたというのは、それまでにかなり価値観の違う人ではあったので、結婚をするまでに価値観のすり合わせをものすごく時間をかけてし
してきました、はい、憲法のお話ですとか安全保障のお話ですとか、その政治に無関心であることが自分たちに対してどういう影響を及ぼすのかですとか、労働組合の存在意義とか、そういうことをいろんなお話をしてきたので、夫が1回だけ反対をしたのは、あの稽古のメンタルがそんなに強くないから僕は心配だって言われたんですけど、次の日に昨日の電話で反対されたんですけど、次の日に電話が来て、あのメンタルの弱い議員がいてもいいんじゃないかと思い直しましたので、昨日の反対は撤回しますって。それ以降、それ以降あの夫に反対をされたことはなくて、選挙の時もすごく手伝ってくれました。ありがとうございます。